どうも FBI です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は合成麻薬を作ってる奴の家に踏み込んでいく。じゃなくてレディー・オア・ノットをやっていくわよ。なんなんだぜこのゲームは。こういうゲームよ。Roger that. FBI, open up!理解できたかしら？くしくも半分くらいはな。うん、なんか今後ろから声しなかった？した。あ、なんかおるやん。なんだこのおっさん。とりあえず伏せるよう怒鳴りつけとこ。で、どうすんだ？どうすんのこれ。怒鳴りつけといてわからないのか。なんかの字が出たわ。うん。なるほど、縛り上げるのか。とまあこんな感じで、この家の内外にいる被疑者たちを縛り上げていけばいいのかしら？すっげえ曖昧じゃん。よくわかんねえけど、とりあえず家の中行くわよ。はい、じゃあお邪魔します。お、なんかきっしょい絵飾ってるわね。ほんとだきっしょいな。住人のセンスがないので今から光線規定緩くなります。センスがないならしょうがないね。とりあえずここの部屋にフラッシュ投げ込んでもらおうかしら。敵いるのか？多分いるんじゃないかしら？何にもわかってねえじゃん。おい、動けないだろ、どけ貴様ら。家狭いからしょうがないね。あれ？こんな奴殺した覚えないわよ。さっきお前がジジイ逮捕してる間になんかあったんだ。しばっとこ、死んでないか、被疑者一名確保。ゾンビ化でも恐れてんの？なんだ？お前が投げ入れるよう指示したんだろ。あん、なんかナイフ持ったバカタレがいましたね。危うく刺されるところだったぞ。まああの程度じゃ死なんでしょ、知らんけど。このゲーム初めてどれくらいなんだ？15分ね。ほぼ初見プレイじゃねえか。ほら動くんじゃねえ、ナイフ小僧が。こっちは5人ぞ。貢献力が人数いきりすんなよ。ちょっとマジで何にも見えないから一旦高度上げるわね。これでもギリギリだなって。ここでも着込んだガジェット登場。なんだぜこれは。ドアの下を覗くやつ。名前は知らんけど。そこも曖昧かよ。で、中身はいないわね。というかこれあるならさっきの部屋にも使えよ。いやーやっぱ突入一発目は景気よく行きたいじゃん。飲み会みたいなテンションで現場いるなこいつ。じゃあとりあえずロックピックでこじ開けましょうか。開けごま。やっぱいないわね。あれ？ぶち抜かれた壁の先に部屋があるな。まさかいないよね。いないっぽいな。それならこの区画はクリアね。正面玄関に戻りましょうか。おい、邪魔だぞ犯罪者。有罪が確定するまでは無罪な。関係ねえ、私が法だ。うん、汚いキッチンだな。これキッチンはキッチンでもメスの調理場ね。メス？え？まさかマリサ知らないの？あの超名作ドラマブレイキングバッド。いや聞いたことはあるが。ブレイキングバッドで末期癌の主人公が家族にお金を残すために製造するのがメスことメタンフェタミンじゃない。おい、なんか急に饒舌になったな。ということで今回は私の好きなドラマブレイキングバッドについて解説していくわよとの動画だったろ。まず先ほど挙げた主人公なんですが、そのキャラが濃すぎるあまり素材化されて原神やエルデンリングの世界にぶち込まれてるのをネットでよく見かけると思います。あっこのおっさんか。つまりミームになってしまうほどエピソードやキャラクターが魅力的と言い換えることもできます。戻ってくるんだぜ。そったれ、しょうがないわね。レディーはノット続きやってやるわ。ドラマ紹介はまた別の機会にやるんだ。なんか部屋の中にいるっぽいわね。それなら命令メニューからブリーチを選んでキックだ。そしてフラッシュ版でクリア。これはさっきなんとなしにやってた味方 AI への命令か。今回はどういう工程で突入するのかしっかり見るわよ。さっきはよそ見して見れなかったもんな。お、素晴らしい連携。それフラッシュ避けする意味あんの？多分ない。おら行くぞお前ら。本物の特殊部隊みたいだぜ。へえ、そこのオールドレディー動くんじゃないわよ。よしよしいい子だ。じゃあお手手縛りますね。今んところいい感じだな。この調子でガンガン拘束していくわよ。次はここのドアの底をかしら。ここただの通路っぽいな。暗くて見えないけどそうっぽいわね。そこら中に鍵かけやがって。鍵穴ないのにどうやってんだろうな。そこら辺はまあご愛嬌よね。よし、オープンセサミ。あれ？これどうやって開けるの？ドアからちょっと離れてみたら。あ、開けられる。体で押すんかい。やばい、マジで操作がわかんないわこのゲームって。やっぱりここはただの通路と。なんか探してんのか？いや、なかったからいいや。うん、ここのドアは。ドア覗くやつはいいのか？なんとかなるっしょ。あ、なんか蹴れるっぽいわね。急に乱暴になるじゃん。出たぞ、開けろいとしてだ。静まり返ってるわ。油断するなよ。というか命令画面出っ放しだぜ。消し方わかんないのよ。ヌーブがよ。なんだてめえ？さっきと同一人物？姉妹かしら。とりあえず味方へ適当に命令出すわ。命令したら表示消えたな。やっぱりね。おい、ひざまずけ。それ後ろからじゃないと拘束できないんじゃないか？そうっぽいわね。でも奥の部屋子は、来るなよ来るなよ。よし成功。早くこっから出してくれみたいなこと言ってたな。よし任せろ、言って。やばすぎ、撃たれた時のブレがすごいな。こんなガクンガクンになる？なんか今ので腕と腰怪我したっぽいぞ。まあ平気っしょ。ってなんだこいつ。え？嘘でしょ？嘘だろ？いやいや何よあの動き。鋭角に曲がってくるのはやばすぎたな。あんなんやられたら無理でしょ。ということでリベンジです。おいおい、一人で行って大丈夫か？要は角に再起をつければいいんでしょ。それだけなのか？このジジイ全然武器捨てねえじゃん。おい、どこ行く？あ、味方が発砲した。意外と好戦的だな。振られて他の敵も反応してるみたいね。しょうがない、やりに行くか。気をつけろよ。あれ？いない。右の部屋なんじゃないか？そろおり。キラ、死んでる。味方 AI にさっきの一瞬でやられたか。AI 優秀すぎんか？よし、さっきと違ってここら辺ドア開きまくってるし、このまま区画を制圧しましょうか。出撃ごとに配置が違うの面白いな。うん？この部屋で叫んでるやついるわね。くたばれ。今回の私は殺意が高めよ。撃つのに躊躇がなかったな。じゃあ奥の部屋もパパッとクリアして次の区画行くわよ。
よし、ではまた同じルートで。なんだてめえ。うわ、今回こいつナイフ持ってるぞ。でも恫喝したら一発だったわ。物分かりのいいやつは好きよ。よし、被疑者2名確保。ここまではさっきと同じく順調だな。問題はここよ。今回は開いてるのか。全体的にドアの鍵開きがちね。そうだな。え、ここも？おい、普通に抜けて大丈夫か。いや、まだ大丈夫なはず。お、今回はジジイか。ひざまずけ。こっからなんだよな。行くぞ。あ、ちょっと邪魔です。いや、こいつを生かせればいいんじゃないか。あ、そうだ。そしてやっぱいるっぽいわね。それならば、暗いフラッシュバン。お、前回の反省をしっかり生かしているな。いけいえ、今のうちだ。オラ降伏しろ。やべ、どうした？ここの角を曲がるのを体が拒否している。目くらましの効果が切れちまうぞ。おい、言うこと聞いて武器捨てろよ。ビビりすぎなんだぜ。AI さん先に行ってはもらえませぬか？ち、もう一発行くか。マップはここで終わりじゃないだろ。もったいないけど怖いからしゃあない。ゴーゴーゴー。詰まってるな。おい、AI 先に行けよ。よし、お、さすがにフラッシュ2個は答えたか。武器を押収して。確保。やったな。これは勝った。先に進んじゃうわよ。お、なんか巻き添えでもう一人確保できそうね。は？何が起きた？こいつ投降したふりしてナイフで切りかかってきやがった。やばすぎだろこのゲーム。プレイヤーに対する殺意がすごい。タイトルのレディーはノットって覚悟の有無を問うてたんだな。覚悟できてない時に襲ってくるのやめてよ。まあでも進むしかないのよね。次は道を戻って建物の2階をクリアしていくわよ。左から声がしたな。よし、任せろ。フラッシュ版は、さっきので使い切ってない。いや、まさか。あ、これないですね。おい、やっぱりじゃねえか。味方に突っ込ませるか。いや、ちょっと待ってよ。こうやって敵に位置を知らせて、こんなのでおびき寄せられるのかよ。お？なんか返事したわね。来たー。下がれや、昆虫が。奥の部屋にもいるぜ。動くな。引っかくれられたか。今の一瞬じゃ手に凶器持ってるかわからなかったわね。とりあえずゆっくりクリアリングしていくわ。いた。パッキュー、やるな。ドタマぶち抜いたったわ。この部屋は、クリアっぽいわね。なんかホワイトボードがあったので読むわね。期限を守れ。ノーステディンズ。何やってるか誰にも話すな。ちゃんとやれ。ノーステディンズだけわかんないわ。なんかをやっちゃいけないことはわかるぜ。それにしても、思ったより勤勉にメス作ってんだなこいつら。棚いっぱいに置いてあるわね。うん。うわぁ。もはやホラーだろこれ。そったれ。画面が真っ赤だぞ。血が出てるっぽいわ。あ、でも簡単に止血できたわ。クソババアがよ、私に血を流させやがって。このゲームの敵は刃物を過信しすぎてる嫌いがあるな。降伏するでしょ、普通銃持った奴が押し入ってきたら。では順当に隣の部屋にも押し入って。よし、2階はこれでクリアね。次はどこ行くんだ。さっきババアに切りつけられた時にちょっと見えた外に行ってみましょうか。どのババアだよ。ということでお外です。投降ババアの方だったか。小屋中にトンネル掘ってんじゃんこいつら。ほんとだな。一応周り索敵してから中入るわ。よし、行くか。右もチェック。あ、ラグった。シングルなのにラグとかあんのか。まだアーリーアクセスなんで。アーリーアクセス？いえ、頭が。すごい、ここだけバイオハザードみたいね。ほんとだ、ベイカー邸にありそうだな。やばい、ライトあっても暗くて全然どっち進めばいいかわかんないわ。時計。 AI すげえ、お前のこと好きじゃん。めっちゃ鬱陶しいけど体で押し届いてくれるのは助かるわね。今敵の声したな。この先みたいね。怖すぎ。ライティングもそれっぽくなってきたな。来るなら来い。いた。武器を捨てろ。逃げたな。煩わせやがって。ちょ、味方が発砲してる。じゃあ私も撃っちゃおう。多分これで終わりね。じゃあ次はこのトンネルの先に行ってみましょうか。お、離れっぽいなここは。なるほど、家同士をトンネルで繋いでたのね。犯罪グループのメス作りに対する執念が伺えるな。なんていた。お、目標達成したみたいね。よし、というわけで、今回の動画はここまでです。え、まだ終わってなくないか。いや、大変申し上げにくいのですが、今回の主目標である、クリスタルメスのパッケージを発見するって目標が達成できませんでした。え、こんなのあったの？なんかに袋あるらしいんだけど、攻略見ても一袋しか見つけられなかったので逃げました。レディーオアノットからも逃げるな。またいつかリベンジするので許してください。というわけでご視聴ありがとうございました。こんな情けない終わり方ある？